改めましてこんにちは。自分の中で一番セクシーだと思う部分、思うセクシー、セクシーセクシーポーズポーズされセクシー、いろんなポーズを、今セクシーイノベーションを先言っていいよ、先言っていいよ。あ、井上まりだです。こんにちは。自分の中で一番セクシーだと思う部分は、右足のほくろ、アニメ図書館戦争で柴崎あそこをやらせていただいております、沢城みゆきです。どこどこどうぞ、どこのほくろ、ね、見して見して今ね、これあのスタジオの中にスタッフさん一人男がいますからね。あ、じゃあこそり、こそり、下に下にこそりして、こそりして、タイツ履いてるから。なんだよ、すごい大きいほくろがあるの。これは、あ、自分が思ってるわけじゃなくて、ずっと、例えばほら体操着とかになると見えるじゃんね、ブルマブルマじゃなくても見えるとこにあるんだけど。あ、そっか、残念。そうそうそう、体操着ほら長いやつじゃん、体操着っていわゆる芋版っていうの、短パン、あ、短パン、短パン、ブルマ。ちょっともう落ち着いて。なんかみゆきちゃんにブルマって想像できないな。タオルも入ってたよ。スクール水着って想像つかないな。なんで沢城って書いてたよ。あ、本当に、ビキニ派、それともあれ派。進めません。今日もいっぱいやることありますから。本当に、あ、ここね、このコーナーね、意外と時間ないのね。そうですよ、フリートーク30秒にまとめろって書いたんだけど。そうですよ、無理だわ。だから、そう、あ、私のセクシーな部分、足とかさ、うなじもそうだしさ、細い首もそうだし、二の腕も素敵ですよ。お尻だって素敵ですし、キュッとこの引き締まったこの顔のラインもとっても素敵ですし、全部素敵じゃん。うん、じゃないわ。唇だって素敵だし、目のラインだって素敵ですし、でもセクシーだから、セクシーだから、セクシーか。じゃあ、あ、なんつうの、ここ、あの、ここか、ね、鎖骨のこう、たまにこうやってなって水溜まったやつとか見たことないけど。はい、実はですね、来週用からの質問がですね、自分の体で一番エッチだと思う部分を教えてだったんですけれども、ひどいな。今回ですね、メディア了解委員会の検閲が入りました。言葉が変わりました。なるほど。なので、セクシーというところで今週は行かせていただきましたけれども、エッチだと思う部分か。エッチだと思う部分とセクシーだと思う部分、あ、まあ若干違うか。そうよね。エッチだと思う部分。もう、あいつら何でもエッチならいいんだな。そうだな。でも男子用だから。でも男子用って言っても、もうなんか、どっかの舞台の男子、でもそういう会話するのかな、みんな。するんじゃない？男の人はするらしいですよ。するのかな？そっか、嫌いな男なんて、するするって。するもんって。あ、するもんですって。ライダーさんが言ってますけれども。うん、あ、そっか、みんなそういうもんなのか。女子用でもじゃあそういう話していこうか。男性のどういう仕草が好きとかそういうことじゃないの？ああ、いいんじゃない？女子寮っぽいよね。うん。いや、私はほら、車の、なんつうの？はいはい。運転して、リュートクルが好きみたいな人が多いけども。うん、うん。みゆきちゃんはどういう仕草が好きなの？私ね、仕草。どういうところに、こう、男性の、バーンってくんの？え、待って、ちょっと、エンディングで答えてもいい？あ、いいよ。選ばせて。あ、めっちゃ考えていいよ。はーい。お、そうだそうだ。うん。あれ考えた？エンディングで言うって言って。ああ、そう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 。あのね、私ね、人によって、そのセクシーが違うってことが分かったの。その、例えばさ、車の運転は誰でもそうやってバックしてたらかっこいいかって言うと、そうじゃなくて。ああ、もう人によるの、この人がやったらかっこいいみたいな。そう、例えば、その、なんか話してる時にタバコ吸われてて、うん、ああ、うんうんってあいつしながら、パンパン、なんでもないようにパンパンってあのタバコの灰を落とすのがかっこいいなと思う時もあるし。すごい軽やかにね。そうそう。パンパンって、さりげなくね。あんまり、あの、伸びてる肺でもなるに落ちるのね。そうね。そうね。それもあるよ。それもあるよ。でもそういう人ってさ、やたら落とさない。やたらポンポンしない。やたらポンポンね。多くない？そういう人多いよね。吸い始めたばかりでポンポンしたりしない。わかる。それも、確かにそうかもしれない。ポンポンするかもしれない。もうそうだし、ただ私、くしゃって笑うだけの顔が素敵だなと思う時もあるし、なんだろう、かな、人によって本当に違う。仕草か。うん、ああ、なるほどね。タバコか。でも、人によるよね、本当に、ね。こう疲れててさ、顔わーってあの、おしぼりで拭くみたいにわーってされる時も、なんかこう、むしむしって。そう、ドキって、そうするな。あれドキッとするかな。で、みんなここで勘違いしないでほしいのは、うん、そういう時もある、かつ、そういうのが似合う人もいる、好きな、そういうのをやってる行為が好きな人もいるってだけで、そう、全員に当てはまるわけじゃないからね。私気をつけて。基本的にタバコ全然ダメな人なんで、ね。はい、私もダメ。はい、ああ、なるほどね。うん、だから、それが、を許せる人もいるってことでしょ？そう、なんか、いや、いいなって思う時があるの。そう、素敵だな。この行為やってる、この姿素敵だなって、キュンってしちゃうんだ。うんうん、
でも男性ならではの仕草ってあるじゃない、こうスーツ着てネクタイを外したりとか、こうカフスを外したりとか。私周りあんまりでも普段周りにスーツを着る人がいないから。そうだね、逆に確かにそういう人がいたらキュンと来るかもしれない。あとなんかこうメガネをこうチャッチャッチャッ真ん中じゃなくって、こう両端を手で両端を持ってこう、こう上げるそんな人 あるよね。あたまにいるかもしれない、ね、こう下に降りて出てきたやつをこう手広げて両サイドカーってやる、うんうん、真ん中じゃダメなの、中指真ん中じゃダメ、ダメなんだ、違う、両サイドカーってやるのは結構好きですねあ、確かに確かに、やる人いるかも。でもキュンとくるのは何だろうな、普通にマリナって呼ばれたらそれだけで結構キュンとくる。名前を呼ばれるね、それは確かにそうかもね。普段そうだな、まあ、男性のセクシーからは離れてしまいますけど、ね、でも、ま、マリナちゃんって呼ばれることは、うん、結構あるんだけど、やっぱマリナって呼ばれると、うん、って思うね。それまで何とも思ってなかった普通の先輩だと思ってた人に、うん、マリナって呼ばれると、この間小杉十郎太さんにマリナって呼ばれてもうキュンときたね、これハンってなって、それはすごいね、マリナって呼ばれたって。でもね、そこでさりげないの、さりげないの、うん、何ここでそんなこと言ったらさ、もう明日からきっと世の男性性ダメだ、違うよ、がマリナマリナって、それぐらいの距離だ、距離だったりとか、うん、許せる人と許せない人がいるからねお前がマリナって呼ぶなんて人もいるからねそっか、なるほど、ね、某方にね、某売れっ子声優さんにね、うん、こうなんかあんまり現場でご一緒したことないんだけど某売れっ子声優さんにこう事務所移ってマネージャーさんに、うん、なんか、あ、そういえば移ったんだってねみたいな、でマネージャーさんがいて、うん、いやうちのマリナをよろしくお願いしますと、お前のものかーみたいな風に思ったことがあってそうだね、綺麗に生まれてくると大変なことがたくさんあるんだね。それ全く関係ない、多分ネタ、ね、ネタとしてネタとしてね、ネタとして ねちょっと面白くやろうと思ったらしいんだけど、うちのマリナってお前のものかーと思った曲ありますが、そんな売れっ子声優さんにそんなこと言えないと思って黙ってましたあら、あありがとうございますって思った。あらあらだからね、でもやっぱそれその距離感とかそういうのも大切だからね、うん、あとは頭普通に触らポンって触られるだけでキュンとくる。おお、でかい、でかくてあったかいってね、ポンってやってハッハッハッってなる。おお、 触られた、なるほどな。おあんまそういうことが経験がなかったから、うん、へえ、あ小杉十郎太さんにマリナポンってやってほしいなポンまでやってほしいな、やってほしい、ハッハッってなる小杉さんっていうところにポイントがある気がするな、好意よりも。あ、本当にそうか今度佐藤さんにやってもらおうかなうんうんうん、あーいいねじゃあ頼んでみますから、ね、あそうだよ、ここであれですよ、うん、最後に男子のパートに無茶ぶりをしなきゃいけないから、無茶ぶりっていうか、そうね、うんうんうん、今回何にしようかね。この間が、うん、初めてデートです、行ったデートの場所、こういうのどんどん根掘り葉掘り聞いているけれども、あじゃあ今回は初めて、あ、初めて、彼女に、あ、初めてじゃないな、彼女に送った、うん、あ、じゃあ一番、高価な、おー、いいですね。高価だと思われる。思われるプレゼント。でも値段ではない。それプライスレスなものの話にしましょう。ええ。高価という意味でも、値段ではない。自分の中で高価なもの。じゃあプライスレスでもいいってことか。まあいいけど、うんうん、これ俺の中で一番気合い入れたぜみたいな。なるほど、いいですね。そういうプレゼントについて誰にあげたか含めそれは酷だよ。そっか、それは酷ですよ。あ、じゃあその言えない場合濁してもくれてもいいんで、はい、はい、あ楽しみだな。あ、親とかにもありますからね、プレゼントですけど、誰も彼女とか、そうか、そうだね、とは言ってないですからね、可能性としてはありますよ。はい、そんなわけで楽しみにしています。皆さんお二人はですね、きっちりちゃんと答えてくださいね。改めましてこんにちは。今まで女性にあげたプレゼントの中で最も高価なものは、はい、ビトンの財布です。おお、アニメ図書館戦争で道場淳を演じています井上麻里奈です。はい、皆さんこんにちは。今まで女性にあげたプレゼントの中でですね、一番最も高価なものはですね、はい、ブレスレットですね、チャームと、あと、うん、なんていうのかな、その黒鎖の部分が別々になってるやつで、それをあげました。はい、アニメ図書館戦争で手塚ひかるを演じております石田明ですお前はやばい。だってさやばいよこれは。いやね、俺さ聞いたんだよ、前の先々週かの放送で石田さんが出たでしょ、すげえヒット数だったんだってだから俺は思った、もうね、ちゃん今日からちゃんと俺たちは
石田明と井上真理奈になればきっとこれは稼げるんじゃないかと、そうそうそう、そういう打ち合わせのもと、そう、はい、そうしたらいいんじゃないかと、はい、でちょっとぐらいの嘘ぐらい、みんな大人だから許してくれるよ、許してくれるよ、ちゃんとちゃんと、あ、じゃあちゃんと、ちゃんと名乗ろう、はい、道場淳を演じています前野智明です。はい、手塚ひかるを演じております鈴木達也です。はい、関東図書基地広報課、この番組はアニメ図書館戦争の世界をもとに、うん、おしゃべりやゲームを楽しんでしまおうという番組で、ちょっと待って、あのさ、はい、高価な買い物じゃないけどプレゼントか、うん、お前すげえな。いや、なんでえ、だって結構高えだろそれ。高え。え、いくらくらいした？え、これ値段ポロって言っちゃっていいの？いや、ポロって言っちゃう。値段はね、でも、ね、大丈夫、ここでしかポロって言わないから。いや、これだって流れんじゃないこれが流れるんじゃないのか。あのね、値段的にはね、うん、まあ5万円ぐらい。5万円ぐらい。ああ、5万円ぐらい。俺ね、6万円ぐらい。何や、聞こえない。6万円ぐらい。6万円ぐらい。ああ、6万円ぐらい。6万円ぐらい。何でもさ、これさ、うん、高価なものって言うけどさ、そう、例えばさ、その、女子寮も言ってたけど、その今回の女子寮からの無茶ぶりが、うん、あの、まあ、その、まあ、言いましたけど、あげたプレゼントの中で最も高価なものって言ってたんですけど、うんうん、まあ、プライスレスなものでもありって言ってたじゃん。まあ、そうだよね。値段じゃないものでもあり。俺さ、プライスレスなものって、あげ、うん、たことがない。もう何、全部お金で解決しちゃう系なんだ。はい。いるよ、こういうの。はい、いるいる、あ、いるいる。全部そういうの、ね。まあそっちの方が楽だけどね。頑張って自分で稼いだ金なんで。あ、そうだよね。はい。でもなんかね、俺ね、その、少ない金額の中で、うん、なんかさ、あ、これがいいかな、これがいいかなって選んでる自分が好きだったりする。ああ、自己陶酔。そうそう、自己陶酔。言葉は悪いけど。え、じゃあさ、そういうさ、プライスレス的なやつでさ、なんかお前、うん、プレゼントしたものってなんかある？あるある。え、何ある？俺ね、長野県まで行った。プレゼントを。あれ、お前って出身どこ？僕、茨城県なんだけど。茨城から長野まで行ったの？長野に行った。え、なんで？長野でね、オリジナルのオルゴールを作ってくれるところがあるって聞いて、その、当時好きだった女の子の、好きな曲を、まぁちょっと、これを作ってほしいんですけど。マジで、なんだよそれ。ちょっと待って、え、それってさ、頼んで、一回行ったら、もう終わり？で、また取りに行った。できたって来て。できたらもう一回取りに行くんだ。ってことは、お前2回も行ったの？2回行った。だからさ、そういうさ、なんか、すげえ、お前。これ何？ちょっと、商売上がっちゃうかな、もしかして。これ今までのヘタリっぷりがちょっと、ヘタリっぷりが一気にここでランクが上がるかな。お前、それさえ言わなきゃ上がんない。なんでだよ。いやらしいな、お前。いやらしくないですよ。でもすごい。え、そういうのないよ、やんないの？俺、ないかな。え、なんで？そういうの。なんかね、俺、そんなに、なんか、欲しいものとかリサーチすごいするから。下手に金持ってるからじゃないの？金持ってるってなんだその言い方、やらしいな。お金がないとさ、やっぱり気持ちが悪いな。でさ、お前お金がなかろうとなんだろうと俺プレゼントのためにちゃんと貯金するからね。わ、すごいな。それ用にちゃんと俺いつもお金避けるもん。うわ、またこういうこと言ってさ、ちょっとね、点数上がっちゃうからね。これ以上この話。お前さ、最近なんかちょっとやらしいぞ、そういう点数のイメージだとかさ。なんか下手れっぷりになってきちゃったからね。下手れになってきちゃったから。これちなみにね、スタッフの方でも、どういうプレゼントがあったって調べたんですよ。マジで？そしたら、もうね、結構お年を召して、もういいような真っ盛りの女性陣からですね、まあ、15万円くらいの指輪をプレゼントしたことがあるぞとか。あと、革の靴がね、プレゼントしましたとか、あと時計だったりとか、服とか旅行。旅行ってのもありましたからね。旅行そうだね。そういうのもね、やっぱプレゼントにはなるんじゃない？なる。ああ、思いましたよ。これ意外と出てくるもんだね、いろいろ。プレゼントは結構ね、いろいろみんなやっぱりあげてるみたいだね。なんかね、身につけるものばっかり俺はいつもやっぱ思うから。ああ、でも身につけるものはさ、怖いんだよね、買うのが俺。なんで？なんか、これ、可愛くないけど、もらったから、つけよっか、みたいな流れになるとなんか嫌だなと思ってさ。それはお前自分のセンスをもうちょっと信じてやれよ。そうなんだけどさ、それがちょっと怖くてなかなか踏み切れない。ああ、そうかそうか。うん、じゃあ、まあ、そんな話もありながらですね。はいはいはい。じゃあ今日はなんかこう、コーナーの、その、紹介とかをちょっと前のが30秒で読んで。何どこのコーナー台本通りのコーナー。あ、この番組、女子寮パートと男子寮パートに分かれていて、毎週交互に放送しています。うん、はい。これしか書いてないんだけど。ちょっと待って。その下も読めよ。ああ。お前台本通り大好きだろ？はい。関東図書室広報課男子寮パート第4回目の放送です。本当にそのまんま。女子寮からの無茶ぶりにきちんと答えてくださいね。答えたよ。女性といっても母親とかなしですよ。なしです。アクセサリー、指輪、車、マンション、それともジャスコで買った文房具。まあ、女子寮パートへの質問毎回恒例でございますけど。あ、そうだ、何する？行きたいと思いますけども、今回もね、考えた。何？なんかね、最近じゃないけど、前にさ、エッチな言葉とか言った時にすげえ逃げられたじゃん。見事にかわされたね。そう、だからね、具体的に質問してやろうと思って、ちょっと考えました。大丈夫、大丈夫。俺、質問でピーヨン入ったりしないよね。うん、大丈夫だけど。大丈夫。わかった。大丈夫、前回の石田さんみたいにはならない。あれは強烈すぎだね、もしわかんない人は、ぜひぜひ前回のやつ聞いてくださいね。今回はですね、もうちょっと、本当はね、逃げ場所も作ってくれって言われたんです。はい。ちょっとは答えやすいようにした方がいいんじゃないなんて言われたんですけど、俺そんなにあやすらにはね甘口ね
辛口でいくぜ。これ大丈夫なのか、ほんと。激辛わかった。麺肩こってりえがしていただきます。男らしいな、こいつは。はい。よろしくお願いします。このネタ分かった人は僕にメールください。大好きなんです、僕。いいよ、別に。はい。何でも募集しよう。今回ですね。幅ファンクスって、これ。はい。今回何ですか？リクエストする、この、ね、質問なんですけども。はいはいはい。いきますよ。はい。自分が持っている、勝負下着の形と色を、詳しくお答えください。これは、だからさ、俺聞いてみたいけど、これ事務所絡みの問題にならないのこれ。大丈夫。大丈夫なのこれ。色形しっかりと。大丈夫言ってもらおう。おでもやだよ、ちょっと怖いんだけど、なんかちょっと穴が開いてるやつでとかって、なんか二人の腰から出てきた。穴が開いてるやつで、お前どんなエグいものを想像した。いや、ちょっとさ、怖いじゃん、なんかそういう、本当にそういうのが出てきたら。お前やっぱり、ジャスコの屋上でなんかやったな。やってないよ。やってない、やってない。やってない、やってない。茨城団地はそんなことしない。そんなことしない。まあでもね、ぜひともお二人にはもう詳しくこれは答えてもらわないと。だから俺やだ、詳しく言われてどういうものか。まあ例えばね、怖くなってきたもん。まあ色がピンクだったりとか、うん、白だったりとかあるじゃん、うん、まず色はそうでしょ、うん、形だったらレースがついてるとか、ひらひらついてますよとか、うんうんうん、あとリボンがついてますよとか、うんうん、紐ですとか、うん、紐言われたら俺引くわ、ちょっと。でもまあ色に関してはね、ヒョウ柄ですとかさ、いろいろあるじゃん。牛柄ですとかさ、ヒョウ柄あるある、ゼブラ柄ですあるある、シマウマちゃんみたいな、あるある、あるじゃん、いろいろ。そういうのぜひ。どれが好きなの？俺なんだろうな。俺ね、あの今まで人生の中で、うん、それはとても偶然だったんだけど、一、うん、回だけ、うん、こう突風が吹いて、漫画みたいに本当にスカートがバーってめくれた時が、一回だけ遭遇したんだよ。何ように？あのその時に、うん、見た色はヒョウ柄だった。ヒョウ柄だった。すごいレアだねそれね。うん、レアな、レアな格好で。超レア。ヒョウ柄を履いてる方がたまたまいて、あれはね。しかもね。うん、意外となんかこうカッチリしたっていうのも変なんだけど、うん、ちょっと清楚そうな感じの印象 の方がヒョウ柄を履いていた、うん、装備していたと。びっくり。これちょっとギャップ萌え。ギャップ萌え。お前な、お前何でもギャップ萌え使えばいいってもんじゃないと思うよ。最近ちょっとこれあの使いやすい言葉だな。マイブームなんだ。ギャップ萌え。ギャップ萌え。そう。まあどうよ。俺ね、純白派だな。俺純白派。純白系が形は。形別にね、うん、俺ね、なんだろう、うん、なんか俺なんか変なこと言いそうなんだけど、うん、なんかね、初めてそういう下着を身につけましたっていうやつの下着のが好きかな俺。あんまりさ、なんていうの、最初のなんていうの、これ難しいな、これ説明すんの。なんか変に取られられるとなんかアホみたいな感じになりそうなんだけど。大丈夫これ。うわ、そう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 。どういうパーツ？なんかそういうやつが好き。どういうやつだよ。そうそうそう、なんだっけ。ああ、うん、あー、はいはい、なあ、俺はどっちかって言ったら好きかもしれない。なんかこれ全然リスナーに伝わんねえと思うな、これ。うんうん、だから何パンツって言った方がいいのかな。わかんないと思う。うまい。なんかスポーツパンツっていうか。そうそうそう、スポーティーなやつが好きな。スポーティーな。ほうほうほう。っていうけどさ、俺らさっきからパンツの話しかしてねえよな。下着って言ったら、あの、上のブラジャーとかもあるはずなのにな。どうしても最初に下に行っちゃうからね。あ、じゃあしょうがない。しょうがない。この俺らの欲望の正直さって言ったらもう。大資料ですから。ねえ、ほんとに。みんなついてこいよ。おう、あれたちはギンギンだぜ。ギンギンだぜ。これだ、俺ね、俺こんな方向性じゃなかった気がする、最初のやった時のラジオって。本当？あ、でもいいよ、大丈夫。この間ね、話してたじゃんか、ちゃんと、うん、あの先々にこんなものばっかりやっちゃダメだと、うん、前のかっこいい、うん、そういうスペシャルをやろうと。あ、そうそうそう、やろうやろう。そう、前のは自分の思った、うん、その前の像で、うん、ずっとこのラジオを30分って言いたいんだけど、いつもちょっと時間守ってなくて30分で終わんないから。いや、できない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 、そんな風な、そうもないな、ラジオを一回やろうって。うん、やろうと。やってみたい。こんなんじゃねえぞ前のはと。でも作業と他業は抜いてほしい、台本から。それをやるんだったら作業と他業があるとね。今何言ったのってなっちゃうからね。滑舌悪いのがバレてしまうね。皆さん、あんまり、見たいのはわかるんですけど、あの、図書館清掃を見直したりとか、セルフチェックしたりっていうのは、あの、勘弁してあげてください。やめろ。あの、本当に凹むんで。やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。さあね、話はそれましたけどね、はいはいはい、もう、女子寮パートのお二人は、はい、きちんとこれ答えてもらわないと困るんだね。困りますよ。ぜひぜひ、国名に我々に、勝負下着を暴露しちゃってください。あ、なんかドキドキしてきたわ、今から。どんなのかな。やべえ、怖えな、これ。大丈夫、これ。楽しい。じゃあ、まあ、そういうことでね。